高速ですねを走ってますけど、はい、皆さんも、都心の方なら一度は走ったことがあるのではないでしょうか。C1 ですね。C1 は多分サーキュラーの一連の意味だと思うんですけど、都心環状線というものです。はい、今は朝の6時半ですね。まあ、この時間帯だったら、そんなにたくさん交通量もないかなと思って、私社会実験にやってまいりました。はい、みんなですね、首都高速大体何キロでぶっ飛ばすかっていうと、まあ、80キロ、速い人になると100キロ以上で走りますね。で、見てほしいんですけど、2車線ありますけど、これ両方とも走行車線で追い越し車線じゃないんです。右は、はい、だからこうやって右に出て追い抜いていく人ね、はい、これ厳密に言うとダメですね。はい、あと路肩がないんですよ。だから首都高で壊れたりとか、バイク越えちゃったりとかするとですね、絶対どうしようもならない。ガードレールすらない、逃げる場所すらないっていう非常に危険なところです。で、右だろうが左だろうが出口、これ右出口ですね。こういうのはあるし、もちろん右側から合流してくるっていうこともあります。はい、で、注意してほしいのがですね、もうすぐ見えてくると思うんですよ、これ速度、はい、何キロって書いてありましたか。50キロって書いてありますよね。はい、首都高速の最高速度ってそんなもんだ。じゃあちょっとね、すいません、今ね、僕速度超過してたんです。実を言うと50キロで走ってみましょうかね。はいはい、これ50キロで走ってます。かなりゆっくりですよ。後ろ大名行列で来てますね。はい、あで、こちらトンネルの中なんで本当はダメなんですけど、こうやって綺麗な方々が抜いていきますね。はい、はい、はい、また抜かれたまた抜かれた。で、ここなんかですね、40キロです。40キロ、はい、こんなもん。はい、これが法規走行。バンバン抜かされる、バンバン抜かされる。これ法規走行です。はい、どうですか皆さん、これが完璧な法規走行です。5キロ超過しちゃった、ね、はい、これ完璧な法規走行ですね。バンバン抜かれます。はい、あ、やべやべ、今度8キロ超過しちゃった。で、ここ合流地点です ね、こうやって動画撮りながら走るんだったらね、ちゃんと法規走行しないと、ね、後から捕まっちゃうんでしょ、ね、ということで、ここ法規走行しますよ。非常にこう流れに乗らずに迷惑をかけてるというのは分かる。はい、ここからやっと60キロ。いいですか皆さん、僕が言いたいのは、要はですね、安全運転のためには、交通安全のためには絶対的に法規走行しないとダメですよっていうことが言いたいんじゃないんです。はい、今60キロで走ってます。首都高速の最高速度は60キロです。オービスありますね、あそこにオービス。本当はですね、ここからちょっとでも超過した状態であれ光らせると文句言えないわけですよ。だから今僕は、ね、実際バンバン抜いてってる、他の車たち、全部スピード違反です、厳密に言うとね。でもそうじゃないじゃないですか、ね、で、これどういうことか、交通は川のようなものと言われますけども、流れがあるんですよ。流れに乗らないで走ってしまうと逆に危険を生むわけなんですね。はい、ね、今はですよ、朝6時でほとんど、これ東京なんての首都高なんで、これめちゃくちゃ空いてる方ですよ。ほとんどいないからですね、こんなことやってられますけども、これがもっと多忙な時間、混雑する時間になってくると、こんなことやってたら
こう今みたいに見通しの悪いカーブとかでの先でですね、私がチンタラ走ってたら、あの息巻いたトラックとかに追突されますからね。まあ、追突する方が悪いですよ、そりゃ。それはもちろんそうですよ。でも事故っていいことなんてないんですよ、一個も。追突されてもされたとしても、やっぱりなんかこう運転なんとかが安全義務責任とか言って、なんかあの悪に問われるわけですよ。まあ、おかしいと思うけど、ね、だからあの交通安全のためにはある程度こう流れに乗った状態で、あの交通法規を破ると言ってはちょっと語弊があるけれども、完全に安全運転で従っていればいいというわけじゃないっていうところが、僕あの安全運転という言葉の上で一番難しいところだと思います。はい、僕今ずっと60キロで走ってますよ。後ろ1台もいませんってことは、この速度制限を守って走ってる車なんて私以外に1台もいないってことなんですよ、この周辺で。そういうことです。じゃあ全員この先で捕まってんのかって、そんなことはない。別に捕まってほしいとも思ってないし、はい、あの僕は普段こんな運転してるわけないですよ、ね、もちろん流れに乗ってます。皆さんもそうだと思います、はい、だからよく僕も動画で言いますけど、違反するんです、しょうがないんです。するときはするんです。ただそういうときに今もバンバン抜かれてますけど、これね、バンバン抜かれてるけど、どちらがいいっていうのは正直言えない。私の口からは言えないし、誰の口からも多分言えない。あの公安関係の、ね、交通課とかで、ね、そういう人たちからしたら、もう完全にその標識を守って走ることがいいと言わざるを得ないでしょう。言わざるを得ないでしょう。ただかといってね、それが全てではないということが言いたいですね。一番重要なのは落ち着くこと、落ち着いて運転することで、混乱しないことで、あといろんな標識出てきて道分かんない、だからある程度あらかじめ道を覚えておくこと。ほらこの先 40m で、ね、親切にやって 50km ですよ。こっから減速だからね。はい、減速、はい、これで50で、はい、というわけで、皆さん首都高だけじゃないです、いろんな都市部の高速よく見てください。はい、しょうがないことになってます。なので、混乱せずですね、落ち着いて、運転して、ある程度あらかじめ下調べをし、逸脱しない範囲で流れに乗って走ること、これが交通安全なんじゃないかなというふうに思います。はい、でもあれですよ、原付が流れに乗ると、下道の話ですけどね、原付が流れに乗るとね、すぐ捕まっちゃいますからね。はい、そこだけは気をつけてください。よろしくお願いします。失礼します。